ちゃん、おはよう。おはようございます。12月21日腹筋ローラー266日目62歳セカンドチャレンジ61日目です。とにかく、寒いですね。まあなかなか朝、食事をして、まあ暖をとって食事をしているわけなんですけど、そこから冷え切ってる、玄関先で腹筋ローラーをやるわけなんですけど、もうその段階でまあもう手が冷えすぎててちょっと痛みを感じるくらい、寒いですね。まあここをなんとか、まあ、12月1月2月2ヶ月半ぐらいですかね。あ、もう少しか。なんとか、乗り切って腹筋ローラー、とりあえず、まあ、直近の目標の、1年間ですか、まあ、始めたのが4月なんで、そこまではちょっと続けていきたいなと、まあ思ってるわけなんですけど、腹筋の方はまあともかく、ダイエットの方ですね。まあ、ここに来て、本当気持ち程度ですけど、またちょっと下がりつつあるのかなと、今週はまあコンスタントに、67キロ台に入ってるので、どうしましょうかね。まあ、あんまりちょっと減らしても、というあたり、ちょっと悩みどころの体重ではあるんですけど、まあ、68キロ台を中心にぐらいで維持できればなと今のところはまあ考えています。これで、さらにまあちょっと、体重が落ちてくるような感じでしたら、まあちょっとまあ食べたいもの少し多めにというか、休み以外に、食べて、まあ68キロ台ぐらいで、当面は維持できればなとは思っています。まあ、せっかく、17キロですか、落としたので、まあできればね、まあマイナス17キロ減、まあプラス17キロ、まあスタート84キロでしたので、プラス17キロだと100キロになってしまうので、まあちょっとこの辺りで維持していきたいと考えています。また明日も続けていきますのでよろしくお願いします。